西鉄が今月16日に行うバスのダイヤ改正を発表しました。平日は588便が減便されるほか、福岡地区の11の路線で最終バスの時間が早まります。西鉄によりますと、16日から最終バスの時刻が早くなるのは、福岡地区では午後8時以降の利用客が減っている11路線です。 天神と柏原営業所を結ぶ59番系統では天神発の最終バスが61分繰り上がりますまた平日では福岡地区、北九州地区、筑後地区の合わせて57の路線で3.4%に当たる588便が減便となります 今回のダイヤ改正は来月から始まるバス運転手への労働規制の強化に対応するためとしていますが西鉄によりますとダイヤ改正後もまだ82人運転手が足りない状態ということです。